記憶喪失となっていた光太郎。柴田優斗という名前。それから彼がどこに住んでいて何をしていたのかを婚約者だった百合子から聞き、彼は神戸へと立ってしまった。ナインボーダー。もう後悔はしまいと彼を追いかけたナナは、飛行機の搭乗には間に合わなかったが、ためらいもなく夜行バスに乗って彼を追いかけることに。けれども、ナナは彼に直接会うことはできず、彼からの電話には神戸に追いかけてきたことも伝えずあしらってしまった。光太郎は未だ記憶は戻っていないものの、実家で過ごしたり、会社や街中を見ていた。光太郎が神戸へと行き、月日も流れると、大場湯がついにリニューアルの完成を迎え、ナナも彼とのことを忘れるかのように、大場湯のために尽力していた。けれども、姉妹たちの助言もあって、ようやく彼と話すのだが、それは聞きたくない言葉だった。次回のお話は、ついに大場湯がリニューアルしたものの、新設した酵素風呂、そして飲食部門での集客に伸び悩んでいたため、ナナは頭を抱えることに。さらに、清澄白河で再開発計画の話が上がっていて、商店街丸ごと立ち退きを要請される。当然、大場湯もその立ち退きエリアに含まれてしまっていて、困った事態に。くしくも、そのプロジェクトは、光太郎の働く会社のものだった。そのことを知ったナナは、複雑な気持ちを抱えてしまう。けれども、大場湯の経営安定に集中することを決意するナナ。そんなナナだが、ふとした時に思い出すのは、光太郎のことばかり。一方で、柴田優斗として暮らしている光太郎も、また日常の中で、不意にナナを思い出していた。そして、松島からプロポーズされた睦月は、ようやく彼に自分の気持ちを伝えることを決意するようです。初美は自分の夢に向かって突き進んでいる中、時折口にする立花の名前に、もやもやを募らせていたのは陽太だった。もやり焦りながらも前に進んできた三姉妹。彼女たちの恋の行方は、そして彼女たちそれぞれが選ぶ未来とは一体。前回のお話では、突然の婚約者の登場に、誰もがナナのメンタルを心配したはず。勝手な自己処理で、またしても自ら関係を終わらせようと、すべてを諦めようとしたナナでしたが、最終的に救護に背中を押され、思いのまま走り出した彼女に、誰もが期待と応援をしたはずです。そんな応援は届かなかったのか、空港で会うことはできず、とうとう光太郎は流れのまま神戸へ、というところから今回のお話でした。記憶のない彼にとっては、家族みんなが初めましてという感覚で、多くのご馳走を用意されても、戸惑いしかそこには生まれず、居心地が悪そうでしたね。大場湯にいた時の方が、彼には笑顔がたくさんありました。しかし、気まずかったり悩ましい思いを抱えたのは、光太郎だけではなく、家族も同じでしょう。彼の久しぶりの帰宅に、安堵と喜びを示す一方で、記憶障害でしょうがないことだとはいえ、
敬語で話され、他人行儀な態度に悲しそうな表情を見せていましたね。幸太郎自身もスーツを着た自分、それから大きな会社、そして朝8時半の過ごし方の違いに戸惑っているのが一目でわかりました。また、会社に足を運んだナナは、幸太郎の背中を見送った後、ゆり子に会って話を聞いていましたが、ゆり子側の意見は、ナナにとっては辛いものでしたね。ゆり子にも、もしあの時会わなかったら、幸太郎からの電話で、あんな返し方をしなかったでしょう。またもや、正直になれなかったナナ。せっかく神戸まで追いかけてきたのに、何をやっているの？と思ってしまいました。そんなメンタルでも、彼女は大葉湯のリニューアルをしっかりとやり遂げていましたね。一方の幸太郎も、本当はナナの元へ行きたい気持ちを抑えながら、神戸で元の生活を頑張っている様子がありましたが、これまでの幸太郎を知っていると、神戸に来てからの彼はとても無理をしていて、あまり楽しくなさそうに見えました。同じように、ナナもあえて大葉湯に集中することで、彼のことを考えないようにしているのが、ひしひしと伝わってきましたね。もっと自分に素直に、そして自分本位でもいいから、今の正直な気持ちを伝えてしまえばいいのに。それを踏まえて、幸太郎がナナのところに戻ってくるか、以前の神戸での生活を取るか、彼に委ねてしまえば納得できる結果になると思いますが、こうした時に本音を言わないのも、ドラマあるあるですね。そんなモヤモヤが続くナナと幸太郎をよそに、ムツキはボーダーを越え40歳の誕生日を迎えると、松島からプロポーズをされました。松島の一途でまっすぐに思いを伝えてくれるところはとても素敵です。そして今回のお話では、陽太もちゃんとナナに気持ちを伝えられて、彼も前に進めそうですね。今回の陽太の振られる前提での伝え方としては、100点満点だったように思います。さらりと言えるくらい、すでに吹っ切れているのか、彼の良さがにじみ出た場面でした。素直に気持ちを伝える連鎖が起きた中、ナナはやっと幸太郎と電話で話すことに。けれども、その結末は想定外すぎてとても悲しかったです。どこかで絶対にナナの元へ帰ってきてくれると信じていたからこそ、神戸での生活に戻ることを決めた彼の選択は打撃が大きく、とてもショックなものでした。その流れで次回最終回につながるようですが、一体あの状態からこの二人は再び会うことが、付き合うことができるのか、と思った以上に絶望的な展開でした。神戸では幸太郎こと優斗と百合子の結婚話がどんどん進んでいくようですが、席を入れてしまってからでは手遅れです。どうにかしてでも、ナナに頑張ってほしいと、心から思いました。また、ムツキと松島、そして、初美と陽太の、それぞれの恋の行方も、最終回で決着がつくのでしょうか。次回はナナも、ついに30歳を迎え、ナインボーダーを越えて次のステージへと進んだ彼女たちに幸せな結末が待ってるといいですね。最終回は恋の行方だけではなく
大葉湯の命運にも関わるお話のようです。ナナにとって光太郎との別れは悲しいものですが、それに輪をかけて彼の会社のプロジェクトにも果敢に立ち向かわないといけないようで、全く最終回がどうなっていくのか想像がつきませんね。6月21日放送の最終回、ぜひお見逃しのないように。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。